5月かもしれない。いいじゃん、楽しいじゃん。なんか酒飲みたくなった。っていうのはなんかこうなんつうのこう詰まってるみたいなのとか分かんの？そう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 、分かる、まあ、毎年受けようと私は思わないけど1回分けてどういう状況かが分かるじゃん。あんたも受けようよ1回。え、受けない？1回だけ。私は結構。え、2回行かなきゃいけないの？なおさら行かないよ。いや、いいや。じゃあ考えといて。え、今日は話を聞くだけなの？節分、あと申し込み、申し込み、だその日の流れ、流れ、どこでもう一回行くのかな、3回行くってことある？3回、全部で3回じゃん、そしたら。え、だって全部で2回行くって言ってたじゃん。私言ってた MRI ステラってやつ、頭の、頭の、何ステラって。うん、だそういう MRI じゃん。可愛い名前だ、ね、あ、テスラだ、VSRAD、こういう説明してくれるのかな、こうすげえ声でやりますよって。そんなの当日でいいよ。こちらが一般的なノードックのコースになっております。はい、やっぱ3回なんだね。もう1回行くの？知ってたんじゃん。知らないよ、知らない、知らないよ。混雑時右折、あ、いや、どういうこと？入れるには入れる。それでは遠野巣山方向に歩いていきたいと思います。疲れた？疲れた。ああ、ムーマくん、メッツァに変えたんじゃん。あ、ルートも変わったんですよね、一周的な。ああ、だから、じゃあ行きましょう。乾杯。乾杯。うん。割とワイン飲んでて。羨ましい。なんかいいな。ああいうちっちゃいのでさ、売ってるよね。ちょうどぴったりじゃない？こういうのに。プラッパスみたいなのあるじゃん、ワインで。ああ、言ってたよね。気持ちよさそう。最高じゃない？ね、ここはね。うん、ここからさ、エレベーターみたいなって帰るっていう、そういうで。ノードックって3回目っていつになるんだ？でもう1ヶ月に1回行くんじゃないですか、3ヶ月連続ね。いいじゃん、楽しいじゃん。なんか酒飲みたくなった。なんだろう、あの鳥ね。でかいね。トンビ。トンビか。優雅だね。優雅、うん。なんで上に飛べるんだろうね。こうやってるだけなのにね。不思議じゃない？え？なんでこうやってるだけなのに上行くの？それは流体力学を学べばいい。流体力学って習ったことないよ。すごいよ、どんどん上行く。あんた分かってんの？じゃあ上、どんどん上に行く意味は。飛行機の原理と一緒なの？そうそう。まあそうなんだろうね。だってあれだってこうなってこうやって行っちゃうんだからさ。全然意味わかんないよ。揚力って、なんかその翼の、うん、その形状の、うん、なんかそれは気がするよね。どんどん変えてるってこと？翼の角度。前から来る空気の当たり具合で、うんうん、だからその
鳥のボディも飛行機のボディもこう浮かせる力が働くのとその重力とのバランスなんじゃないの。今鳥人間コンテストってやんないよね。え、じゃあアリもさすごいそういう形状になれば飛んでっちゃうってこと。ちっちゃいよアリ。もう疲れてきた。なんでアリすごい軽いじゃん。うん、行くよもう。うん、そうね。それでは下っていきたいと思います。201m。 でもここなんだ、うん、これ残骸なんじゃん。これ中へ作ってよ。え、ちょっと待って、可愛くない。なになにこれ、葉っぱ飛んでっちゃうね。なんすね、鹿のご飯。鹿のご飯なんか作んないの。おお、かわいいじゃん。風で動いちゃった。ピーン。風がそっちに。いっか、これで。うん、いいんだね。ピーン。鹿のご飯。車両墓地ちょっと行ってみようか。車両墓地全然調べてないから。線路側には通り抜け、まあでも電車は走ってたのね。カタカタ落としてるし。でもう少し行ってみようか。トラロープ張ってる。線路側には通り抜けできません。多分ここ降りてそこに橋があるからそこで渡ってちょっとこれ登る感じだと思うんだけど、ちょっと行っていいなら行くんだけど、宮の浦岳とか歩いてた時もっと全然なんかきつかったよ。なんか出た。ここが車両墓地な可能性あるよね。ああ、ここじゃん。プールされてるってことでしょ。なんで墓地って呼ぶの。きっとここだよ車両。ほら、車両基地だから、車両基地。あれ、車両墓地じゃなくて、車両基地って書いてあったんじゃないの。そうだよね、私ね、うん、基地って私読んだの途中で。いや、でもね、漢字棒だったと思うよ、後で見るけど。いいじゃん、写真。あ、でもいい、ね、車両基地、ね。あ、いいじゃん。真正面から見える。池袋行きの急行って書いてあるよ。これ出るのかな。あっちは電車走ってるし。いいじゃない。ボア草冠なんだって。草冠じゃないっけ。草冠だよ。下土だよね、どっちも。土ってそれは。いや、ここだ。あー、もう着いたの。よく見ると車両基地だ。そうだよね。ただでもさ、ここ線切れててさ、草冠でも見えなくないし、こうさ、ここ切り込み甘いからさ、こう繋げて。甘いっていうか切れてなくない。うん。車両基地です。168m です。よいよいよい。ヘビーラインさん195m 到着しました。ライオンズマーチョだね。ライオンズマーチョ。いや、違う違う違う。